さあ始まりました、神保町の先輩後輩トーク。コンマ2センチやめろ、それ何回も伝わんない。コンマ2センチさんがかわいそうだよ。コンマ2センチさんがかわいそう。コンマ2センチさんだよ。コンマ2センチさん悔しいです。コンマ2センチさんがかわいそうだよ。申し訳ねえ。カズとさ、リュウのさ、いや岩崎じゃないですよ。岩崎じゃないですよ。岩崎じゃない。違います。岩崎じゃない。ツッコミ早すぎて俺ポカン。今日岩崎とやるって聞いてない。聞いてないでしょ。岩崎じゃないです。ウサギワサビです。ウサギワサビ。ウサギワサビ。ウサギワサビか。なんで今気づいたの。岩崎岩崎って全然違う。ウサギワサビめっちゃ早く言ってみ。ウサギワサビ。ほら、ウサギワサビ。ウサギワサビ。木だけ。いや、ガチで、ガチでスタッフの人から、はい、あの今度岩崎さんの先輩後輩トークあるんでお願いしますって言われてたの。え？覚えてない。昨日確認したら、はい、うん、その文字面でウサギワサビって言ってて、ウサギワサビかっていう。だからスタッフの人の滑舌と文字の滑舌って言うカギュカギュカギュってカギュ、あの耳の、そうそうそう、あのカツムリみたいな、あのカギュみたいな、ここカギュって言うんですか。そう、あの貝のさ、むきにブリンってやったみたいな、あの、うん、サザエとか、サザエとかさ、ブリンって剥いた時みたいな形で、あれが入ってるのに、そう、だから人間が多分食肉工場に運ばれる時代になったら、多分その時代になったら、ね、人間捕食する側は多分カギュも人間を茹でて、その頭蓋から、これは大変なことだな。何も言ってんすか。俺は大変なことだ。どうした。違う違う、落ち着けって。なんで冷静にいられるんですか。大声だけ出すやめよ。大声だけ出すのが俺が一番好き。なんでしばらく続けなきゃいけない時間があるんですか。じゃあ話聞いてからちゃんと話そう。ちょっと説明もしてない。じゃあこっから行きましょう。なんでこっから。4分、え、もう4分だいぶ使いましたよ。暴走してましたよ。えぐい取れ高だこれ。ガス抜きしました。これでガス抜き。えぐい取れ高ですわ。私勝手に喋らせてガス抜きする。どっかで買うからね。冷静に会話どっかで買う。あと、そのミツルが着てるエクストララージ、はい、パチモン説あるな。ミツル、ミツルって誰なんですか。ミツル、自己紹介してないから全然知らないじゃないですか。俺岩崎でも、岩崎でもないですよ。菊池ミツルか。いや、菊池ミツルでもないですよ。あれ、菊池サツヤです。見ない。菊池ミツルと藤岡アウトソーシング大好きでしょ。どこが誰なんだよ。菊池光と藤岡アウトソーシン グ。違うでしょ。そんなミドルネーム入ってないです。大島、そんな面白い名前じゃない。誠になりって書いて、うん、なんでそこは知ってるんですか。ウサギワサビ、おいしそう。今の言うんですよ。マジで。だからそのあれか、ジビエってことか。そのジビエの美味しい食べ方でしょ、結局。ウサギ、ね、ウサギこそ、野趣あふれる、その野生味あふれる肉だからこそ、逆にその、何、清流に自生するわさびをつけて食べようっていう、ウサギわさびってことでしょ。だから、うん、ジビエの美味しい食べ方を提唱してるんでしょ。でもこれに関してはどう。いや、わかんねえ。わかんない。マジで、おみえたんさんと今回話せるってなったのに、マジだって、もうほんと昨日今日、うん、一日中おみえたんさんのことばっか考えてたんですよ。嬉しいっすね。え、じゃあ生年月日で年齢言ってみて全部、はい、12月26日はミュートさんじゃないですか。はい、ミュートさん。いやいやいや、私が喋るからミュートさんってこっから音声奥にしないと。ミュートさんじゃない。キュン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 ガン、これがルアーさ。どこま、これがミュートさん。ミュートさん、ミヤトさんです。ミヤトさん、ミヤトさんです。いや、おもちさんがな、何が一日考えてたんだよ。一日考えてたんだろ。違いますよ、だからズタボー。ズタボー、ズタボーが菊池だよ、菊池。え、菊池、菊池だよ。覚えてもらいたいですよ。ズタボーや。いや、だから藤岡アートソーシング大好きです。なんでそこだけ確定してるんですか。大島、大島だから。これは変わらずなんですか。できたらその 外部に発注してませんよ。何外部に発注。だから藤岡アウトソーシング。なあ、なあ、どうしてそれ喋るな。お前のみんなの飲みこと違う。怖い、もう画面からはみ出ました。あ、どこ行くんですか、車みたいに。帰れ、もう。もしかしたらどっか行っててくれた方がいいかもしれない。もしかしたらさ、こんなんだろ、大声で追われるから。なんだね、なんだね、ほんと絡みないじゃないですか、我々。ないから。ないから。立っちゃった、立っちゃった。もう座ってられない。一回座りますか。落ち着いてるけどね。ちょっと取り乱しました。ずっと落ち着いてはいました。じゃ逆にさ、逆、何の逆。こんだけ場を荒らす、何の逆。誰が回してるの。こんだけ場が荒れたのに、はい、生い立ち、生い立ち、生い立ち教えて。逆に、いや、葛飾区、東京葛飾に生まれまして。あ、待って、これで NG ワード出てくるよ。
え？これでこの状態で絶対大丈夫。まだ隠しカル生まれてる。隠しカル生まれてる。それは宮戸さんが負けば言わないから、これは負けちゃう。おじいて、そう、そういう時間も聞こうくれるんですか。聞こうやっぱり。はい。うん、お客さんもあの見てる人10秒で止めちゃうかもしれない。いや、まとめてるぞ。もう多分、もうここまでたどり着いてないでしょ。じゃあトランプマンのトークショー聞きに来てんのかよ。なあ、トランプマンのトークショー誰が聞きに来てんの。ピンとこないな。トランプマンのトークショー誰が聞くんだよ。トランプマンに求められてるのは、せーの、テスラ。マジック。マジック。マジックだな。いや、マジックですでしょ。マジックだな。でしょ。はい、だそれとは違います。いいですよ、教えてくれよ。いや、カズ俺らはもう、はい、りょうさんじゃんって言ったらさ、負けたよね。何？あ、葛飾だから。まあそうですね。だからそこ、じゃあ僕が NG ワード作っときます。江戸っ子なんだ。あ、江戸っ子です。へぇ、はい。あ、じゃあ僕が NG ワード今作っときます。NG ワードね。はい、オッケーオッケー。それで言ったら、はい、あのそいつをズタボーにしてから今度から。あ、いいですね。あ、わかる。じゃあズタボーゲームしましょう。ちゃんとでも質問とかしないといけないです。もちろん、もちろん。はいはいはい、無言は違うからね。沈黙は金じゃないからね。はい、で、葛飾区で生まれて、はい、で、そっから、高校に行ったんですけど、うん、足立区の、うん、足立区、じゃあ治安が悪かったりした？そうだね、ずっと葛飾と、ね、うん、確かに足立区 は悪いんだ、本当に悪いんだ、うん、悪いっすね、足立バカよね。あ、違うか、これ違うか、そんな NG ワードない、違うか、足立バカよねは NG ワード頭にないですなんかないか、そんな引き出しないすぎでしょ。で、そんで、高校卒業して、うん、ちょっとあの仕事を4年ぐらいしまして、高卒で、高卒で、で、あの工事現場、工事現場、工事現場、はい、大変、解体、解体、家壊したり、マジで、はい、する仕事、今もやってまして、マジで、そうなんだ、芸人ずっとなりたかったんで、ああそうなんだ、それで、23の年に NSC に入るわけですね。おっそ、今いくるっつうの、いくつるくるくる、いや、ピルクル、ピルクル、ピルクルは睡眠の全部吸い込むじゃん。ワードをカービィ、そう、お笑いカービィ全部、何でも出す、全部吸い込んで、何でも出しちゃう、どんな時だって進化してどんな時だって実は三木亮平でした。三木亮平、ちょっと古いよね、ロングプレス代だと、ちょっと古くて、もう、いたな、ロングプレス代で、あ、いたけどさ、あの人ね、そんで、そんで、あ、いや、でそんででしたっけ、今。あ、でも一応生い立ち的には今んとこ、なるほど、ここで OK です。東京飯入るんだ。え、そうっすね、東京飯22期ですか。あ、23期です。23期ですか。はい、あ、23期にアキネーターみたいな。同期はじゃあ笑いの巨人令和ロマンですか。お、そんなキャッチコピーいらん。あ、なるほど、そうです、ね、そうですね、あと米田に、あ、はい、で、川崎ヘッズ掛けガラス、すごい、かっこいい、すごい、すごい、かっこいいキャッチコピーを。闇と陰と陽の掛け合い漫才、ムーム大陸。すごいな、楽しい大学生、サンタモニカ。かわいそう、楽しい大学生、お笑い芸人、楽しいね。いいね、僕らもじゃあちょっとね、キャッチコピー欲しい、ふざけ語り、はい、どうしよっかな、どうしよっかな、そうだ、ね、いっぱい情報もね、まあ、そうですね、一応言うと菊池側で一回やらせて、まだ大島いけてないですよ、何もないっすよ。なんだろうね、もう15分くらい経ってる、なんだ、僕何も言ってんの、何してたの、大島の情報聞こえます。そうですよ、キャッチコピー最後つければ、キャッチコピー最後つければ綺麗だから、綺麗だろ、そっちのがめっちゃ見てる、ずっと考えちゃもうダメだ、走り出したらダメだ、俺が出てこない、ソビエル三八、俺いなくないですかそれ、青い魂とマイクしかない、出産幕張、畜生飽きた、何長何最後何長、かっこよさそうだけど、週3幕張なの、週3幕張にめっちゃ出てる謎の芸人いるけど、それ、いや、幕張の前説に若手なのに幕張めっちゃ出てる人いるけど、説明が全然足りてないですよ、なんで幕張情報だけちょっと入ってる、内地の YouTube に書いてあったの、書いてある、まあ、それはありましたけど、内地の YouTube に幕張でちょっと前説が多かったりっていうので、そうなの、それはめっちゃ知ってんじゃん、若手基本月1なんですけど、僕ら月3、え、なんですごくそのお気に入られて、まあ、ちょっと、はい、とか、あ、なるほど、やっぱいいもんね、2人なんかめっちゃ、あ、本当にホテルのだってボーイ、なんかホテルのさ、このフロントにいても全く違和感ない、本当ですか、今すぐ、今すぐいいか分からない、
そう、東京なんだっけ、あそこ東急プラス、東急プラス、名前はいいけど、そんな見に行くほど見に行かないで見に行くほどのことではないのかもしれない。思い出せないんだけど、プレスタイン、プレスタイン、間違える、大きいそこらにある美女ホテル、わからないことへの、それとんでもないあそこ、あそこ知らんけど、あそこにマジで突如、突如突然取れて衣装渡されても違和感ない感じ。だからなんなんないし、だからなんなんやだろ、そんな確かに確かに、どれも確かに。いや、大島も言います、ちょっと大島何か、大島教えて。大島東京府中市出身。ええー、こっちもじゃあ、はい、東京だ。一回だけさ、あのフードファイター入った時にさ、俺の胃袋は府中だって言ったでしょ。一回だけフードファイター入った時にさ、フードファイターは府中だって言った。草薙剛のドラマ、草薙剛さん主演のフードファイターのドラマ、フードファイターってドラマあったんだよ。一瞬だけ入った時になんで全然言うこと分かんないんだろ、俺たち。いや、もういいね、世代も違う、世代も違うし、分かんない。いくら、いくらじゃない、いや、回収しないで、草薙剛旅で。値段は、値段買わないわ、もう年齢な、もう引っ張られちゃってんだ。年齢ね、年齢は29の年です。29になったんだ。はい、今年、まだ早生まれです。そこそこ、そうです。いや、だから年齢は結構、そんなに初めて。若くないね。はい、若くないです。僕も同い年。どっちも20。誕生日近いじゃん。そうなんですよ。お互いが、うん、それでちょっと組んだみたいなところ。それで組んだの。それでちょっと、いや、それでもっとあるだろ、さすがに。竹内、ラップバトル趣味なの。ようやく初、あ、書いてあります。ラップバトル趣味なの。まあ、俺好きです、結構フリースタイル。大島は川崎フロンターレの応援なの。うん、書いてあるね。もともと大島ってさ、はい、あれカナダよりだよね。違いますよ。これは完全にゴムだけで覚えてる。これ本気なの。もうどこまでか分かんなくて。どっち、あれ、あ、これは本気な。これは風緑か。風緑はどっちも風緑ではない。もっと何だったっけ。僕、セミホタル。セミホタルだよ、はい、あれだよね。だってめっちゃ漫才頑張っててさ、ほら、ユニバースさん呼んでさ、みんな頑張ってたよね。そうだよね。そうだよ、ね、そうだよ。セミホタルめっちゃ頑張ってたじゃん。でもね、めっちゃさ、もうめっちゃ漫才でさ、ユニバースさんもお呼びしてさ、ツーマンやったりして。そうだそうだ、大島。何の知識があるんですか。菊池は、僕は元花ちょうちんっていう。あ、フーパンか。あ、はい、それ花ちょうちんか。はい、フーパンだ。片方めっちゃイケメンの。あ、いや、むちゃくちゃ不細工。全然あんま行きたくないです。そんな意味かな。風見鳥さんはかっこいいですし、風見鳥さんの小さい恭平さんって方とは思います。あ、そうそう、はい、あ、そうだ、花ちょうちん解散して、そうですね、セミホタル解散して組んだんだ。はい、そうです、そうか、そうか、各々誰、その元は行かないし、は世界クジラだったりする。世界クジラだったり、ああ、セミホタル、はい、世界クジラだったり、世界クジラの村田、村田がそうじゃん。僕、村田って結婚してない方だっけ。結婚してる方、してる方、ちっちゃい方は、ちっちゃい方は、泉はシドニー。あ、シドニー。あ、シドニーか。はい、シドニー、石井か。石井はいないもんね、今。あ、シドニー、石井はいない。僕らのベスト。僕らのベスト。そうです、そうです。なんか、いや、もうややこしいなぁ。諦めてくださいよ。もう諦めてください。それが何も合致してこない。もうね、ゴールいかないんですよ、これ。そうそうそう。あとはでも一回、本当にサンリオのキャラクターのどうしたんだよ。サンリオのキャラクターのとこに。え？誰だと思う？え？サンリオのキャラクターのモデルだってことなんだよ、マジで。めっちゃいいんだよ、サンリオって。サンリオちゃんとかっすよ。そうそう。のキャラクターの1個モデルだってことなんだよ、ミヤトは。ほんといろんなやついるから。何十種類もいる。そう。ミヤトをモデルとして、1個サンリオのキャラクターが生まれたのよ。うん、そう、うん。なるほど。それはもう、そのイラストレーターさんも明言してるっていう人もあるの。有名なキャラクター。めっちゃ有名な。めっちゃ有名な。めっちゃ有名。めっちゃ有名。うん。ポンポン出して、ポンポン出して。誰がいいんだ。キティちゃん。キティちゃんは違うよね。はい。ミヤト生まれる前からキティちゃん。そう、そうなんですよね。キティちゃんは最近もっとそれでやってるよ。ちょっと先すぎ。それでやってるよ。あの鮭みたいなやつとか。いいあ、キリミちゃん？どこがキリミ要素なんですか？いや、ミヤトがね、こっからスライスされてたらキリミちゃんだけどさ、違うじゃん。マイメロディー。あー、マイメロディーもちょっとパステルすぎるかな。もう正解言おうか。正解、ね、ハンギョドンのタコだよ。え？本当？ハンギョドンの購入タコだよ。え？これびっくりしたんですけど、俺の時間ないんだこれ。これかなんか確かに言ってあげてとかなのかな。ハンギョのタコ、汚いことなんで砂場で遊んだ。いつの間に何してんだよ。砂場で遊んでた。喋りすぎてると思ったけど。じゃあ聞いてよ。砂場の、聞いてるよ。ずっとね、うさぎ遊びに聞いてほしいよ。ほらほら、ずっと、いや、聞いてる。まあまあ、今のは正直アイドルの時間。やっと会えたねって感じ。今はやっと二人のなんかこう魂見えてるなって感じ。あ、ようやくそうそうそう。こっから始まるから、そう、全部使ってください。
作るな、何分ですか今。宮戸の不適切用語以外全部されてた。なんでこんだけ喋って。マジで、俺だけが勝つとか。俺だけの40分、マジで。不適切で。俺だけだけど、宮戸のその不適切発言と、そこだけ誘い出されたら不適切だけどね。宮戸さんだけない。あとはもう全部作ってください。編集しないで。宮戸のカットじゃなくて P で。P で、宮戸の不適切発言は P だけで、あとはもう全部使います。どれだけしかないんで。一番アウトなんだ。こっから行こう。結構この話もういいな。嘘なんだ。嘘なんかい。ごめん、嘘だ。嘘にしては長い。嘘なの、すべては。全部嘘。世のことはすべて嘘として。え、マーチンこれ。ドクターマーチン。ドクターマーチン。このの。いや、いいですよ。それと、その19って何なの、じゃあ。じゃあ、ちょっと、じゃあ、ね、これそんな言うなら、これもう。俺、あんまり喋れないけど。大島のこと聞こえ、最後にさ。最後に。違う違う。だってさ。だってさ。え、何だろう。いや、その、何だろう。いいよ、何ちょっと待て。ちょ、何え、俺、まあ、すごいな。おみゅーたんさ、おみゅーたんさ、おみゅーたんさ、何だろうな。何がもうなんか恐れてたものが起こった。気を使った結果、めっちゃ嬉しいコーナー、あと今終わったら。何え、今、おみゅーたんですか。いけないですよ。なんで嘘ついたんですか。嘘じゃないですか。打ち合わせがあるわ。待ってるから、じゃあ。もちろん、はい。もちろん、もちろん。いや、いけません。けなせんでめっちゃ多く無理です、最後、ケツがまあでも、お餅連れてもらえたお餅にここだけうん、いいんですか。好きでしょ、怖い連れてくの好きだよ、やだ、え大嫌いなんで、やだカスケしたからマジです、マジです宮戸カスケした俺もないの、今日ちょっと無理やからはい、宮戸の、宮戸の家宮戸が5歳から貯め続けてる小銭で8メートルぐらいのでっかい瓶に半分ぐらい小銭持ってんの。宮戸の34年間分の小銭。あ、すごいっすね。すごい、うん、やばい。相当な取り出せないでしょ。引っ越しする時いつも超泣いてんの。めんどくさすぎて。泣いてるだけじゃ何も解決しないよって言ってもただ泣くばかり。もう34年間小銭貯めたせいで、34年間ずっとそばにこのでっけえ瓶が小銭どんどん溜まってくる。と宮戸も癖でもう普通に帰ってきたらもうポケットからジャラーンってもうその日パラパラパラ使ったやつとか余ったやつとか。そう。嘘ですかこれ。え？はい。あこれ本当？あ本当の話か。失礼だな。そう。本当な。くそ。それにこんだけいたらやっぱ本当か嘘か。そういうか。なんで貧乏嫌いか。民調体。ゴシック体。待って、いつの間に自体の話してるんですか。本当全然気づかなかった。俺まだそこ行ってないですよ。いやでも、こんな間は芸能界ありません。こんな間は芸能界ありません。どこにも存在しない間です。安心したわ。大丈夫です。落ち着いてください。もう全然存在しない間。使うこともない間なので、これは。大丈夫です。気づいたら大丈夫。ここだけで楽しんで、もう本当に。移動式サーカスみたいなもん。ここだけで楽しんで帰ったらもう忘れて。いいね、妙。いやー、宮戸の言語音楽好きなんですよね。見えてみよう。移動式サーカス。空気を多分に含んだ拍手です、これは。多分だったな、はい、移動式サーカス。あ、いいね。うちらの、うちらのキャッチコピーは移動式サーカスにする。移動式サーカス、かっこいい。本当にかっこいいです。キングオブコント決勝とかで移動式サーカス。ちょっと少なくないちょっと。えちょっと少なくない字面が。移動式サーカスじゃちょっとさ、ちょっと移動式サーカスおめえだちょっと少なくない？ああいいですね、なんかもうちょっともっとなんかこう長めの方がいいですか？何話のみたいなとかさ、ああ何話の移動式サーカス、東京のダサいな、東京の移動式サーカス、東京の移動式サーカス、そしたら東京のサーカス、そうしようとかでいけないんじゃないあれ多分。あっちが決めてくれて地名入れちゃうと移動してないから危ないでしょ、自分から言うの東京の移動式サーカスしてください。府中市立移動式サーカスは大島になっちゃう、大島になっちゃう、府中市立は確かに俺が入ってないです、ずっとキャッチコピーに俺がずっと青い魂とか確かにな、俺を最後決めてくれもこっち入れてほしいですね、うさぎはそのキャッチコピーを忍者忍者誰が忍者なの忍者じゃ忍者忍者うさぎはさ、お笑い芸人。忍者うさぎはさ、聞いたことないけど。忍者。何すか？質問にもお願いします。今あるところしてませんでしたっけ？使われないかもしれない。いやでも大丈夫。俺らから聞いたらいいんじゃない？なんか言ってもかわされるの。かわされ！かわよくないな、その発言は。かわされるもん。かわされよくない、本当に。本当だ、なんかあるじゃん。その発言は。何してんの？かわしたことなんで一回もない。いや、真面目な質問すれば。あ、真面目というか、ピンポイントのやつなんか行けば集計に答える。じゃあ、プロポーズプロポーズの言葉とか。
パパの言葉はその結婚しようってなる、はい、結婚しようってなんか本気で真面目な時はなんていうかちょっとずっとやっぱりふざけてるね。プロポーズや。プロポーズももうおかしくなってるけどね、もうプロポーズ前にもおかしくなってられちゃっておかしくなってるけども答えるか、あったら答えるか。ポーズになってこっち、じゃあ好きな人へね、似たり確かに。でもまあ聞いたお持ちから言うね、2人で、一緒にお骨になって1人分の骨壺にちょうど収まってしまい、2人で一つだったんだなって長寿に訪れた人に言われよ。まあでもらしいわ。いや、キリ悪いです。らしさが今いいんですか。全然かわしてません。じゃあ違うか。じゃあ君がお骨になってしまった、じゃあ君がお骨になってしまったら、それはいい。君のお骨、君のお骨で出汁を取る、お骨スタートね。君の顔を先に、どちらか先に亡くなった場合、うん、君がもしも先に亡くなったら、うん、君のお骨で出汁を取って、そのスープでラーメンを食べた後に私は海へ身を投げます。だから君もそうしてよ。そうする。片方死んでたらそうならないでしょ。プロポーズにしています。君の水道食べたいのもっとすごい番みたいな。そう、おわ。君のお骨で出汁を取りたい。リアルすぎますって。君のお骨で出汁を取りたい。君のお骨で出汁を取りたい。君の水道食べたいの。君のお骨で出汁を取りたい。丸、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 丸にしようか。え、めっちゃ丸が。なんでリズムつった。どっちもに好きだから。あ、そうなの。じゃあ宮戸は。好きです。うわぁシンプル、なんか急に良かったっすね。結局これがいいから、これがいいな。逆に菊池は、レイの発表しようもん、確かに。俺の背中だけ見てな。いや、それは視野がさ、だってきつくね。だって後半見てない。水曜日のダウンタウン見れなくなっちゃうじゃん。いや、なんで。それ言わせどうすんの、リズムされたら。え、だってそうしたら水曜日のダウンタウン見れなくなっちゃうじゃん。どうすんの。そんな女とは結婚しねえ。言わないよね、そんな。そんななんか上げ足取るような。上げ足だったね。うんって言ってくれる子で、俺はあーモラハラじゃん。俺の背中だけ見てな。初週でモラハラじゃん、きつ。いやいや若くちいじゃん。なんでモラハラじゃん。初週でモラハラしていくよ。はいじゃん。それ怖い。だから俺の背中を見とけとか、その、うん、俺に一生ついてこいとかあるじゃないですか。あるね。で一生って、だってずっとどこ来るわけないじゃないですか。もちろんか。トイレとか行くにしよう、仕事行くにしよう。じゃあどういうことするの。だから途中見てろよってこと。いや、途中途中こうやって見てるわけにもいかない。変わるってこと。背中が。よしよしよし。チームラボ、チームラボ。チームラボじゃねえ。背中だけチームラボ。俺の背中チームラボ。背中を見る時間とで、見る時間とで変わってくる、移り変わってくる。だからあなたどこにいるの、今日背中映して、背中を。秋はこういうの。あなた浮気してるんでしょ。背中を振って。そんな急に背中を振って。すごいな。何をいっぱい広げてやってるの。何が楽しくなっちゃってんですか、宮戸さんも。なんで一気に2のコースになったの。ニュアンスで分かるでしょって、大体。あ、すいません、すいません、あ、そうか、そうか。だったのに、ちょっと。何で楽しいんですか。大島最後聞こう、もう。結婚は、結婚してないね。結婚してない。本当はしてんじゃないの。いやいやいや。してないか。どこ見たの。唐揚げがないか。のどぼとけ。のどぼとけ。のどぼとけで。のどぼとけ。いや、男らしさで言うとあるでしょ。じゃあ結婚の、ソファーに座ってて、うん、いいね、まあ、状況ね、はい、エロシギみたいなね、最初、ソファーに座ってて、エロシギになってて、ソファーに座ってて、エロシギに言って、エロシギにちょっと聞きたくなっちゃいましたね。もう言葉出てくるから、スルスル、確かにできそう、はい、ソファーに座ってから、ソファーに座ってて、このまま時間が過ぎたら次は子供と一緒に座る、あると思います。誰が言ってるの。めっちゃいいな。でもめっちゃいいですね。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、うん、本当になんかすごい急にめっちゃいい。よろしぎよ。何の差し置いて、確かに。差し置いて。何の匂いも立たない。モアンナ街道でよかったよ。なんか嫌な言い方だな。ムマリンとかね。無臭の。それでいいのよ。何の匂いも。女性はそれ求めてますから、でも。新築の会議室って感じでよかったよ。新築の会議室、本当に新築だったら素晴らしかった。新築の匂いするなってなる。清浄機もビンビンの、うん、アスクル町のね。そう、アスクル町の、アスクル町の会議室、アスクルの青い音れてるコンテナ町の。なんでたまにわかるんですか。たまにだけ。これパス回ししないでくださいよ、たまに。すいません。これはいけない。大丈夫ですね、もう。大丈夫ですか。大丈夫じゃねえ。じゃあ最後にじゃあクイズだけ出そうか。じゃあ、クイズ好きだから。クイズ好きだから。クイズ好きだから。現在、スイカパスモの磁気カードは供給が停止されております。その理由はなぜ？え？
何ですか、スイカパスモのチキカード現在、スイカパスモなどの磁気化交通系 IC のチキカードは供給が停止されております。停止、はい、新しく新規で買うことができません。はい、そうなったの。それはなぜ、そうなんだ。モバイルに移行される。違います。はい、急にムズ。なんだ、あのカードの反射でこう痴漢をするやつ。違います。じゃあ最後菊池だよ、頼むよ、ビシッと答えて決めてくれ。当ててくれ。なんかでも当たったら嬉しいね、これ。当たりたいっすね。頼む菊池。あれかな、こいつにとってはこんなでかい。新しいカードができる。正解は、半導体不足。まだ。はえぇ、やだ。じゃあ半導体が復活したら、半導体不足ってことなんですかね。知識が増えないクイズだ。この増えたの知識。こんな何も使え。あら、フットサル。浅いところいいよ、もうフットサル。はい、終わりましょうか。はい、神保町の神保町先輩後輩トーク、そろそろお別れの時間となりました。なんかライブとかありますか。趣味が陽キャすぎるわ君たち。早く終わってくれ。はい、神保町の公式 YouTube チャンネル登録ぜひお願いします。グッドボタン、コメントたくさんお待ちしております。それではありがとうございました。ありがとうございました。